タモリクラブはテレビ朝日系列で1982年10月9日から放送されている日本の深夜バラエティ番組。タモリが司会を務める冠番組であり、長寿番組である。モノステレオ放送、ハイビジョン制作、字幕放送が実施されている。番組サブタイトルは英称、A For the Sophisticated People が使用されている。この項目では、全身番組で、 タモリ司会のバラエティ番組、夕刊タモリ。こちらですについても触れる。1981年10月4日から1982年9月26日までの1年間、同局で放送されていた報道番組、日曜夕刊こちらデスクのパロディ番組として、最初の半年は毎週日曜日の18時30分19時。 後半の半年は17時40分、17時55分に放送されていた夕刊タモリ。こちらですを原点とした元祖脱力系番組をコンセプトとしている。当番組は1982年10月9日から当時毎週土曜日の0時10分、0時40分の深夜、バラエティ番組としてタモリが所属する芸能プロダクション、田辺エージェンシーと共同制作で放送開始。 1980年代は制作会社フルハウス、1990年代以降は制作会社ハウフルスと共同制作を実施。同じくタモリが司会を務めたフジテレビ系列の帯バラエティ番組、笑っていいとも、の放送開始から4日後のことであった。この同時期放送開始にはタモリが所属する芸能プロダクション田辺エージェンシー代表取締役社長、 田辺明智の並々ならぬ話通しがあったという。その後、どちらもタモリの代表的な番組となり、長寿番組となった。番組の公式ウェブサイトは、テレビ朝日のサイト内にある簡単な解説のみで、独立した番組サイトは設置していない。携帯サイトでは当初コンテンツ紹介がなく、タイトルロゴが表示される待ち受け動画や番組、テーマソングのダウンロードができるのみであった。 2016年以降は、スマートフォン向け番組サイトに次回予告や、出演者紹介のコンテンツが設けられるようになった。同局で放送されていたバラエティ番組、クリームなんとかが、テレビ朝日社員に行ったアンケートで、好きなテレビ番組に当番組が第一位に選ばれた。放送会によっては、7から9%と深夜番組としては、高い視聴率を記録することもあり、 同時間帯では1位になることが多い。2009年10月、テレビ朝日の秋の番組改編に伴い、月曜日から金曜日の24時以降の深夜バラエティ番組の大半を放送終了させたが、サマーズ、バッツサマーズと当番組は残ることとなった。2010年7月9日、放送部によりハイビジョン放送を実施。 2015年1月16日放送部により字幕放送を実施。過去に出演したゲストも含む。以下は50音順で記載。なお太文字は本編内で進行役を務めることが多い。以下のは出演していたミニコーナー名を記載。オムニバスアルバムオールディーズには2曲とも収録されている。オープニング映像は最初に番組タイトル名が 画面上から現れると、ロイヤルティーンズの楽曲、ショートショーツに合わせ、女性が様々な下着を着用して、背後でお尻を振る映像が流れる。ショートショーツは、ボーカルなしで、主旋律をピアノ、または、電子楽器で演奏する、アレンジされたものを使用した時期もあった。お尻を振る女性は当番組の出演者やスタッフ間の中では、お尻ギャルと呼ばれ、 番組内で不定期に募集がかけられ、番組企画の一環として、選考会が行われることがある。その際、顔や氏名はプライバシー及び個人情報等の関係で一切公開されず、尻のみで選定が行われ、タモリラ・ゲストらが、これは、わじりだね、などと論評する。ハイビジョン化する前は、本物の人間の映像に加え、一部 CG の、 映像が混入する形式が取られていた。また、ワンシーン画が尻を、ショーツではなくてや番組のロゴで隠している映像がある。ハイビジョン化後は、安在はじめのイラスト付きの映像が作られた。過去には、テーマ曲が短縮された上で、生身の女性が一切出ない CG によるお尻のみでのオープニングが放送されたことがある。また、オープニング映像がプールに飛び込む。 水着女性を後ろから撮影したものに変わったり、テーマ音楽なども刷新されたことがあったが、これらはほどなくしてすべて元に戻った。キリンシーグラムが単独スポンサーだった頃、同社のウィスキー、ニュースのロゴが入った T シャツを、ノーブラできて踊る女性に水をかけち首を透けさせるというオープニングも存在したが、これもほどなく元に戻った。1994年2月5日、 放送文では、ますます元気にというテーマでお知りオーディションを開催する。応募総数172名のうち、書類選考で30名が第一次審査で、テレビ朝日に集まる。ここで、出演部門ごとに、ランジェリー、ティーバッグ、そしてノーパンの3部門の希望者を確認して、第二次審査に合計15名が進む。第二次審査でさらに6人を選び、第三次審査を行う。 そして、最終結果を3人の審査員が1人ずつ選んで3人のお尻女性が決定された。結果的にランジェリー、ティーバック、ノーパンの部門で1人ずつ選ばれた。このうち、ティーバック部門では、ティーフロントコスチュームで話題だった、アイドルグループピンクサターンの松原理恵が、ノーパン部門では、AV 女優の沢田アンナが選ばれた。また、第二次審査以降は、お尻を見せることもあり、 下はパンティ、上はブラジャーか衣装をまとっているのに対して沢田アンナだけはノーパン部門ということもあってパンティは履いていなかった。しかし第三次審査では上もブラジャーとをつけず生のおっぱいからアンダーヘアも露出したいわゆる全裸で最後まで審査を受けていた。2016年8月27日放送分では次回から鮮度抜群映像でスタート。 平成生まれオンリーお尻オーディションが開催され、オープニング映像が6年ぶりにリニューアルされた。平成生まれ限定のお尻オーディションが開催され、お尻好きを辞任する斉藤和義と星野源が審査員を務めた。新オープニング映像の公開は2016年9月2日放送分から実施している。並びにミニコーナー、 ソラミミアワーのオープニング映像も6年ぶりにリニューアルされた。2017年6月頃からは夜景の CG をバックにしたものに再リニューアルされた。毎回 CM を挟み本編がスタート。当番組の司会タモリが灰色のタモリ、司会専用のハンドマイクを持ち、お決まりの言葉である毎度馴染みるろうの番組タモリクラブでございますと毎回の挨拶をして撮影。 番組開始、左上に収録、撮影、ロケ地が表示される。その日の企画の内容に合わせて、司会のタモリが世間話を話していると、わざとらしく、その日のゲストが3名から5名出る、というコント風のやりとりがなされる。中には、上記のセリフを喋る前からゲストがすでに出ている企画や、世間話を話した後に、ゲストがタモリに話しかけながら出る企画もある。 ゲストとのトークで本日の企画の内容が明らかにされ企画の場所へ移動する。司会のタモリとその日のゲスト3名から5名と軽いオープニングトークの後、ナレーションによってその日の企画内容が進められる。企画が始まると大抵は代表をしてテレビ朝日アナウンサーやゲスト1名が進行役となり、台本、主冊、フリップなど使用して本編を進めていく。 司会のタモリは聞き役に回る。番組開始当初は企画の本筋へ入っても、司会のタモリ一人で司会進行を務め、ゲストがいた際にも言っていた。近年では、タモリは自ら進行役は嫌だという。タモリクラブの番組タイトルに対して、タモリは名義菓子で番組をやっていると語る。また、ハンドマイクはその後の企画の本編では使わない。 空耳アワーのコーナーが開けると、タモリが今日はについて参りましたとまとめて締めくくる。本編では、毎回、様々かつマニアックなムーブメントを取り上げている。番組放送開始から2000年まで不定期で撮影をしていたテレビ朝日六本木センター、低予算番組で番組スタジオセットが組めないという触れ込みのため、ほぼ毎回ロケーションスタイルで制作されている。ロケの場合、 全く関係のない人が少ない場所で行われるため、後ろを普通に通行人や、自動車、自転車、バイクが通っていたり、遠くからロケを眺めている人が映っている。局内での収録の場合も大抵はテレビ朝日社屋、ロビー、あるいは制作会社であるハウフルスの会議室、仕事場、収録場所の廊下などを使用し、最低限の番組スタジオセットを組んで収録している。 タモリのスケジュールと予算面からロケ先は東京近郊が基本となっている。ただし笑っていいとも終了後は大型の遠征ロケを行うケースがあり2016年1月9日16日放送分ではタモリ電車クラブついに西日本進出大阪環状線一周ツアーとして大阪ロケが行われた。当番組が 関東地区以外でロケを行ったのは2000年12月22日に放送された新幹線各駅停車うどんつゆの旅における東海道新幹線沿線ロケ以来15年ぶりとなった。また2016年4月30日5月7日14日放送分で大型遠征ロケ第2弾としてタモリ電車クラブ今度は京都へいよいよ開業。 京都鉄道博物館と、せっかく京都に来たから、京阪電車と、比叡山横断乗り物ツアーの京都ロケが3週にわたって行われた。鉄道企画で3週にわたって放送されるのは、東放送会が初めてである。2020年の新型コロナウイルス流行後は、屋外ロケを避け、テレビ朝日社内のリハーサル室などを使って収録している。2010年7月3日、 放送分まで画面アスペクト比4-3の標準画質で放送していた。番組内でも過去2回にわたりタモリクラブの HD 化について企画を取り上げたことがあるが番組制作上の予算の都合や SD テープに在庫があるのでこれを使い切らないといけないことを理由に SD での制作を続けた。2011年7月24日に 地上アナログ放送が停破するのに伴い、2010年7月5日から地上デジタル放送への完全移行を前提に、地上アナログ放送の全番組が画角16、9のレターボックス放送に移行するため、本番組も7月9日、放送分 RC カーマニア高山義弘、聖地、富ミで電流バトルイン新橋からハイビジョン化。その前週の2日、 放送文ではオープニングの HD 化対策企画とお尻オーディションを行った。テレビ朝日系列のバラエティ番組として最後に残ったハイビジョン見対応番組であった。司会のタモリのシュールな芸風を尊重しているため、タモリらゲスト出演者のやる気のなさや収録の適当さを前面に出しているのも特徴の一つである。あまりのやる気のなさに時折、 やる気を出せと突っ込む進行役のお笑い芸人もいるが、タモリの俺は名前を貸しているだけだ、名義貸しだよという姿勢になったり、本人が好きな鉄道関連になると、番組のタイトルはなんて名前俺の番組だなどと権力を行使し,し誰も突っ込めず、結局何もなかったように番組が進行していく。料理企画では、タモリが番組の流れを無視して一品料理をこさえたり、 用意してあるアルコール類を飲酒して一人以上期限になる場面も見られる。番組開始当初のタイトルロゴはタモリ自身が書いたものでサブタイトルはコンビニキャバレーだった。その後2代目としてサブタイトルがホーザスポンテーニアスピープルになった時期もある。1991年10月に番組10年目突入を記念して現在のタイトルロゴに変更。 三代目となるサブタイトルは、For the Sophisticated People である。デザインは、まさ東洋が担当。なお、二代目ロゴに変更された当初は、帰ってきた、タモリクラブ For the Sophisticated People と表記されていた。オープニング映像が一新された回は、タイトルロゴも上記とは全く別のものになっていたり、オープニング映像の最初に挿入されるサブタイトルが、非表示の時期もあった。 空耳アワーのミニコーナーで最高の評価商品にはジャンパーの背後にタモリ空楽、BU と描かれている。新聞などの番組表では一行あたりの文字数の都合によりタモリとだけ掲載されることが多い。テロップ演出については発言内容をなぞるテロップは表示されない。ただしトーク内容を説明したりツッコミを入れるテロップが表示されることはある。 放送開始からゲスト出演者の氏名、ロケ地のテロップ表記に関してはシンプルな白い文字を使用していたが、2015年3月27日放送分から、いずれも少し手を加えられた表記となった。それ以外のテロップに関しては、時代に合わせて徐々に派手なものが使われるようになっている。ただし、発言内容をそのままテロップ化することは行われていない。 2019年3月22日放送分からは、左上に番組内容を説明する固定テロップが表示されるようになった。当番組では企画の趣旨説明や解説の映像のバックに、一見デタラメで適当な選曲に思える音楽や効果音が流れることがあるが、大抵の場合、その音には曲名や歌詞、歌詞名などを使ったダジャレが含まれている。ギャグとして、 カラスの鳴き声や、くしゃみなどの効果音が入ったりする。BGM は、フェードアウトせず、途中で切れるような終わり方も特徴。これは同じハウフルス制作でよ夢音が、サウンドコーディネートを担当する番組に共通して、見られる傾向で、出没。アドマチック天国、秘密の県民賞、過去では、世紀のワイドショー。ザ、今夜は、ヒストリー、厨房ですよ。 クイズ世界は、ショービー商売、マジカルズ・ノー・パワー、などでも同様の選曲がなされている。基本的にはノンスポンサーだが、過去にはキリンシーグラム一社提供だったこともある。地方局ではこの限りでなく、テレビ朝日においても時々単発で、映画や CD などのスポンサーがつく場合がある。2009年4月から2010年9月までは、司会のタモリが、 CM に出演している関係から、ほぼ全国区でアコムがスポンサーにつくようになった。2010年10月以降は、週外で一社スポンサーがつくようになった。長年にわたり、放送されてきた企画は数え切れないほど多い。年に一度は、通常放送の後半のミニコーナーである、空耳アワーの特別編である、空耳アワードが全編。 後編の2週に分けて放送される。当番組の記念すべき、第1回の企画は、オールナイト日本を終えたタモリ氏のその素顔を追跡と、ドキュメンタリー番組に似せた企画、ドキュメンタリー劇場現代の顔とナレーターの武田、博ロによって、司会のタモリの謎に包まれた怪しい私生活を暴く、内容であった。第2回は、潜入、ザテレビジョン編集部、第3回は、 女性ボディービルダーを紹介と進行していき、現在まで続く長寿番組となった。当番組ではそれまでも数多くの鉄道企画を行ってきたが、二千六年二月十八日放送分で番組内においてタモリ電車クラブを発足させた。二千二十年五月現在以下の二十五名程度が会員に名を連ねている。二千十二年十一月二十四日放送分に タモリ電車クラブにライバル出現。スターダスト電車クラブ出発進行。と題して、ヒャダインを筆頭に事務所の有志を結集させ、社内で鉄道ファンを集めて鉄道同好会を始めたというスターダスト電車クラブを発足。タモリ電車クラブに対抗する企画が行われた。ヒロタはその後も本番組の鉄道企画への出演機会が多い。 学校では教えてくれない鉄道の知識、感動の乗り方、素晴らしさを教えてくれる。北斗星に乗った時の正しい行動の仕方講座が解説されている。講師は旅行作家の野田隆氏が務めたが、他の講師がいるかどうかは、めした不明である。受講資格は都内もしくは、その周辺の大学の鉄道研究会会員、あるいは鉄道ファンの芸能人である。 シリー企画も数多く行ってきたため、三田洋水の跡を巡る会において、都内歩いているだけ企画と、江川持ち込み企画がシリーズ化。江川が、タモコを地形クラブを発足させた。この企画で、ゲスト出演していた、石田康とビビる大木は、タモリから、1日だけじゃ、三田洋水の後についてわかってないと、会印刷はもらえなかった。 へこんで、楽しい東京すり鉢学会による最新研究成果発表会ではマギーが、裏ルートで会員札を取得し、進行役を務めたが、その会の最後でタモリに没収された。2009年5月現在、以下の4名程度が会員に名を連ねている。2013年2月1日放送分において、タモリクラブ女子部からのお願い。ピンマイクの送信機をオシャレにして、 当番組に女性ゲスト出演する機会の多い犬い美子や三浦、安子らが結成したタモリクラブ女子部からの要望でオシャレに対する意見が当番組に舞い込み番組収録中に腰につけているピンマイクの送信機のせいでオシャレな衣装が台無しになったというものでどうにかできないかと当企画が立ち上がった当日は男性ゲストとして六角星児も出演をした 2013年2月現在、以下の3名程度が、会員に名を連ねている。2014年10月4日、放送分に、今夜結成タもや相撲クラブと題して、約るを筆頭に相撲を愛するファンを集めて、相撲同好会を始めたという約つるの持ち込み企画として、タもや相撲クラブを発足。2014年10月現在、以下の4名程度が、会員に名を連ねている。 番組の途中の後半部分にはミニコーナー、空耳アワーが挟まれる。番組初期には、廃盤アワー、懐シネマというミニコーナーや、愛のさざ波というミニドラマ等があった。1990年代以降は、空耳アワーで原則固定されている。もともとは1992年4月4日に始まった、あなたにも音楽をというコーナーであったが、同年7月4日、 放送文からこのコーナー名に変更された。1995年8月25日から1995年12月22日の間と2020年4月10日から同年10月23日までの間と11月13日から2021年3月5日までの間はコーナーを休止しており、ミニコーナーは放送されていない。詳しくは空耳アワーを参照。 ミニコーナー司会もすべてタモリが担当。1980年代、1990年代、2020年代あたり、番組の司会であるタモリの意向もあり、空耳ミミアワード以外の総集編、未公開シーン集といった類の放送は、開始から四半世紀以上にわたり、基本的に放送が行われていなかった。ただし1988年に、初版の事情で、 過去の放送のダイジェスト版が放送されたことはある。2001年に司会のタモリがゴルフボールで左目の怪我により休養した際にも過去のダイジェスト版が放送された。放送開始から約26年4ヶ月後の2009年1月30日の23時15分翌0時10分にテレビ朝日開局50周年記念番組である50時間テレビ 内のテレビ朝日開局50周年記念特別番組今夜だけタモリクラブスペシャルとして放送開始以来の傑作集が初めて放送された。50時間テレビのラインナップで唯一通常放送と同様 SD 画質で制作されておりハイビジョン制作にはならなかった。番組放送開始以来初めてアンフルネット全24曲同時ネットで放送され、 東日本放送では2007年3月に番組の放送を打ち切ってから約2年ぶりの放送となった。司会のタモリは直接は登場せず、過去の傑作集の VTR のみで番組に出演経験のある勝田和弘、下平さやか両テレビ朝日アナウンサーによる司会進行となった。肖像権などの知的財産権の都合上、 画面の多くに編集処理された映像が続く場面も少なくないものであった。2020年4月以降の放送では新型コロナウイルス感染症の流行の影響で新規収録がストップしたことから以下の内容で総集編を放送した。6月12.19日放送分のみ冒頭にタモリが登場して進行を担当した。4月17日 緊急特別企画。タモリ電車クラブ結成15年目。突入記念番組鉄道士をスイッチバック。4月24日、祝戦800回。タモリクラブを踏み台。いや足がかりにしていった芸人たち5月29日。作った。食べた。飲んだ。クッキングタモリリミックス結構役立つレシピ付き6月5日。第一回春の紅白歌わない。合戦6月12日。ボートから。 護衛艦まで。キャプテンタモリ大公開し6月19日。振り返れば誰もいない。ぶっちぎり。ここのマニア列伝系列は放送当時のもの。ありがとうございます。